これを見ているあなたは中小企業診断士試験に必ず合格します。あれです、今回はですね、中小企業診断士の第2次試験の令和3年度事例1の思考の給与を行います。この動画がですね、初心者向けの方にですね結構参考になるということで、意見がありましたので、初心者の方、これから初めて第2次試験を受ける、そういった方に役に立てるような動画にしていければと思っています。なので、見ながらですね、私の思考にツッコミを入れて、あるいはですねこういうふうに考えるんだと学びとしてねしていただければと思っております。では始めていきます。では問題読んで、 A 社は首都圏を拠点とする資本金2000万円、従業員15名の印刷広告制作会社である。1960年に家族経営の印刷会社として創業し、1990年より長男が2代目として引き継ぎ、30年にわたって経営を担ってきたが、2020年より3代目が事業を承継している。はい、ここでですね、この家族経営の印刷会社ということで、これがですね、まず今後の組織のですね、キーワードになりそうだなというので把握しておきます。私は家族経営って出てきたらですね、まず、これ、ポイントになりそうだなって思うんですね。実際にですね、こんなに昔からやってるわけですよね。1960年から。で、30年後に長男が2代目になっているっていうことで、この家族リレーがね、この30年、30年みたいな感じで続いてる。2020年も30年後だ。なので、なんかそういう、家族のですね、絆によって、運営されてる企業なのかな、みたいな形で、把握している。では続き読んでいきます。創業時は事務用品の分野において、事務用品メーカーの印刷下請けと特殊なビジネスフォームの印刷加工を主な業務としている。当初は印刷工場を稼働しており、職人が手作業で活字を並べて文章にした版を作って塗料を塗る活版印刷が主流で、製版から印刷印刷加工までの各工程は専門的な技能技術によって支えられ、社内社外の職人の分業によって行われている。この会社の歴史の中で重要なポイントが、このまずですね、専門的な技術で成り立ってたということで、まだこういうですね、インターネットとかですね、事務機器のですね、効率的な活版印刷というのができない状態の古い時代に、本当にそういう技術がね、取得された職人によって成り立ってたっていうことですよね。で、まあこういう前置きがあった上で続き読んでいきます。しかしながら、1970年代からオフセット印刷機が普及し始めると、専門化された複数の工程を社内、社外で分業する体制が崩れ始め、それまでの印刷職人の手作業によって行われてきた工程が大幅に省略され、大量安価に印刷が仕上げられるようになったということで、こうやってイノベーションが進んでいくわけです。時代が進みつれて1970年、だんだん効率的な、電動での印刷ができるようになってきて、ここで一個ね思うのは、企業としてはですね、コスト効率良くなってるっていうことですよね。今まで手作業で一つ一つね、人がやってきたところがですね、これがね、電動でできちゃうわけですから。寿司とかもね、シャリ握り機みたいなのがあって、あれで急激に握る人がね、必要なくなって、ね、お客さんも別にそんなにそれだから嫌だってわけもなく、むしろ美味しいっていう形で、ね、この印刷だってそうですよね。早い方がいいじゃないですか。正確で早い方がいい。で、別にそれは人であろうが、それが機械であればどっちだっていいわけ。なので、この面でコスト効率はいいんですけども、組織の問題特にあるのがですね、雇用が破壊されるんですよね。ここで今まで職人としてね、頑張ってきた人たちが一気にですね、機械に置き換えられちゃう。まあよくあることだと思うんですけど、こういう現象がこの会社で起きちゃってるな、というのがまず一つわかります。はい。では続いて読んでいきます。さらに2000年頃より情報通信技術の進化によって印刷のデジタル化が加速し、版の作成を必要としないオンデマンド機が普及することによって、でオフィスや広告需要の多くがより安価な小ロット印刷のサービスに置き換えていったということで、これも先ほどの文脈に近いですけども、外部環境が変化してね、どんどんイノベーションが進化して進んでいってですね、もう売り上げはもう一つのところから上げられずに、安価な小ロット薄利多売のような形で、たくさんの人に安く提供するっていうスタイルに変わっていったということを書いて、なので元々のねサービスからはかなりこの、何代目、三代目になるにつれてですね、変わっていってるっていうことをですね。で、続き読んでいきます。とりわけ一般的な事務用印刷の分野においては、技術革新によって高度な専門的技術や知識が不要となったため、印刷業ではない他分野からの新規参入が容易になり、さらに印刷の単価が下がっていったということで、マイケル・ポーターのね、分析にもありますけども、こうやって競合がですね、参入障壁が下がって、どんどん入ってくるとですね、買い手の交渉力が上がってしまいますので、印刷はね、もうどこだっていいっていうふうになってるわけですよ。
顧客からしたら。もうね、手に入ればいいんで、印刷されたものが。で、どん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 単価が下がっていて、安売り競争みたいな形で、市場のまあ競争が激化したというようなことになってくると。高度な専門的技術が不要になっちゃったっていうのがね、客、ユーザーからしたらいいことじゃないですか。もう手軽にね、いいものが手に入る。で、これが売る側からしたら、雇用されてる側からしたらたまったもんじゃないっていう、そういうことが、どんな組織でも多分置き換えっていうことはね、あり得るっていうことで、その問題点をまずここで示唆しているような文章になってるというふうに思いました。で、続きを読んで、こうした一連の技術革新に伴う経営環境の変化に直面する中で、多くの印刷会社が新しい印刷機へと設備を刷新してきたのに対して、A 社では、二代目が社長に就任すると、保有していた印刷機、印刷工場を売却し、印刷機を持たれ、事業へと転換した。ここでですね、二代目の社長の思い切った決断があったんだなっていうのがわかります。印刷機を持たない事業、今までそういう印刷機をね、使ってお客さんに売ってきたわけですけど、もう持たなくなったっていうのが大きくて、他の競合とかは、どん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 新しい設備を入れていって、同じようなフィールドで勝負してるんですけども、ここはですね、事業ドメインでしたっけ？そういった自分の売りたい市場っていうのを変えていくっていう、そういうのが現れて、続き読んで、製作物のデザイン、製版、印刷、製本までの工程を一括受注し、製版や印刷工程を、突版、なんて読むんですか、応版、平版などの版式の違いに応じて専門特化された協力企業に依頼することで、外部にサプライチェーンのネットワークを構築し、顧客の細かいニーズに対応できるような分業体制を整えることに注力したって書いています。ここで止まります。先ほどですね、専門特化された協力企業に依頼って書いてありますよね。それによってこういったサプライチェーンのネットワークができて、お客さんごとにですね、こういうことをしてほしいっていうのに対応できるようになってことで、まあ強力な外部チームができたっていうことで、今まで自社だとできなかったことができるようになった。当然その利益率は下がるんでしょうけども、あらゆるニーズに対応できるようになってきていることで、自分たちだけじゃなくて他の会社ができることさえ、見つかればですね、対応できるようになったということ。お客さんのニーズが何なのかっていうのを把握する能力、そういうものを自社の強みとしていくフェーズに入ってきたのかなというふうにこだわりました。では続きを読んで。A 社では割り付けやデザインと紙やインク、陰圧などの仕様を決定して、印刷製本、加色などの各工程において協力企業を手配して支持することが主な業務ということで、そのニーズを把握した上で、じゃあどういうふうに指示出しをしていくか。自分たちの外部の会社のチームをどうやって活かしていくか。このディレクションの正確性だったり、ニーズの把握の正確性とか、自分たちが今まで作ってきた品質というよりも、今度この外部のリソースを使ってどうやってお客さんが喜ぶ、今までよりも質の高いものを作れるかっていう、その指示出し力。まあ、大きく言うとマネジメントみたいな、チームマネジメントみたいなところに、この価値が変わっていったというふうに、読んで、当時新しい技術に置き換わりつつあった寿命印刷などの事業を大幅に縮小し、多工程にわたり高品質高精度な印刷を必要とする美術印刷の分野にのみ需要を絞ることで、高度で手間のかかる小ロットの印刷出版における事業を幅広く展開できるようになった。先ほどですね、この寿命印刷などの事業を大幅に縮小っていうのが、こちらが社長の英断だった可能性があります。今まで売り上げのメインだった事業をどん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 縮小していこうってなかなか言えないです。でも、この事業に対して将来性が見えなくなった。ここで勝負しても勝てない。違うところで勝負しようっていうので、勇気ある撤退なのかなというふうに、ここで思います。そして、結果的にですね、もうこの美術印刷の分野にターゲットを絞った。これは、つまりその資源をもうここに特化させて、差別化集中戦略っていう、言えると思うんですけど、本当にここだけはうちは負けないよって、そういうふうに、やっていくっていう、その、舵取りがですね、結構思い切りのいい決断だったんじゃないかな。この社長についてはですね、その撤退のスピードが速く、見極めが上手い社長なのかな。そういうふうにですね、この時点では思いました。では続きを読んで。その結果、
イベントや展示に用いられる紙媒体の印刷物、見本や写真、図録、画集、アルバムなどの高精度な仕上がりを求められる分野において需要を獲得していった。ここでですね、需要を獲得していったっていう事実が書かれているので、ある程度先ほどのターゲットですね、美術印刷の分野に絞ったことについては良かったのかな、勝負する市場の見極めに成功したのかなっていうふうに思いました。じゃあ続き読んでいきます。1990年代から行われた事業の転換は、長期にわたって組織内部のあり方も大きく変えていた。ここね、私ちょっと止まりますけど、なんか匂わしてる組織内部のあり方を変えたっていう前置きがあります。この組織の問題ですから、事例1はここで前置きがあるってこと、ここから書かれること結構重要なんじゃないかなっていうふうに思いました。続き読んでいきます。印刷機を社内で保有していた時は製版を専門とする職員を抱えていたが、定年を迎えるごとに版画制作工程、印刷工程を縮小し、それらの工程は協力企業に依頼することにあった。ほほうって思わない。定年を迎えるごとに縮小してった。なんでわざわざ定年まで待ってたんですか？速攻で切ればいいじゃないですかって思いますけど、なんか感情的な面だったり、雇用を喪失させる、そういう社長の中で逡巡があったと思うんですね。こんなすぐクビにしていいんかと。うん。なんか感情だと思います。そんな待ってる必要ないじゃないですか。定年迎えるごとに順番に丁寧にやっていったわけですね。組織の改革を。まあでももしかしたらドライにすぐに切るような社長の下で働けないって言って若手が離れるかもしれないし、そういういろんな逡巡があって、これ徐々にグラデーションで変えていったっていうことですね。だからすぐにでも変えたかったんだと思う。うん。職人を抱えていたっていう、ありますから。で、これをどんどん外注していって、ここで、まあ、コスト面的な視点でいくと人件費の変動比化に成功してるんじゃないかと、組織の重荷になっていた。もしかしたら、今まではあまり生産的じゃなかった。その抱えていた雇用がなくなることによって、変動比化できたんですね。うん、なので、社長のそういう方針がここに出てますよね。どんどん、終身雇用制から移行していってですね、今流行りのですね、ジョブ型雇用じゃないですけど、この仕事に対して一時的に雇用するような感覚で外注していくというふうになって、では続き読んでいきます。そして、図案の作成と顧客との接点となるコンサルティングのみの工程を社内に残し、顧客と反した職人、印刷工場を仲介し、印刷の段取りを決定して協力企業に対して指示を出し、各工程間の調整を専門に行うディレクション業務へと特化していったということで、まあ、先ほどの、そのディレクション業務っていうものの方に事業のメインを見据えて、ニーズを把握する部分を強化し、そしてそれを正確にディレクションし、実際に実現にまで落とし込むと。こういったね、そういう部分を社内の中に蓄積していった、そういう組織体制に変えていったというふうになってます。コンサルティング残したのは顧客と接点となるからなんですよね。多分このニーズ、把握できるから。実際にね、他の事例でもありますけども、アンテナショップを置くことによって、お客さんと接することによっていろんなニーズを拾える。まあそういうやっぱ接点って重要なんですよね。ウェブだけで完結することもできますけども、あえて接点を残すと、コスト効率が悪いかもしれないですけど、ニーズを把握するっていうところが実はメインで残してるっていう可能性もあります。というふうに私は思いました。他方で2000年代に入ると、同社はデザインと印刷コンテンツのデジタル化に経営資源を投入し、とりわけ高精細画像のデータ化においてプログラミングの規制も知識を持つ人材を採用し始めた。ここでですね、また新しい勝負する市場を獲得しようとする社長の動きが見えます。この組織をどうしていきたいのかっていうのが見えます。印刷のデジタル化の経営資源っていうのを、投入してます。設備投資。こっから今度売上を上げていこうという意図が、汲み取る。このね、今までの美術分野のところのデータ化ですよね。それをどうするにすればいいか。あえて自社で雇う。プログラミングのコード人材を獲得し始めたっていうことで、ここで一つ動きが見れます。で、続きを読んで。社内では複数の事業案件に対して、それぞれ、プロジェクトチームを編成し、対応することとなった。具体的にはアートディレクターがプロジェクトを統括して事業の進捗を管理し、外部の協力企業を束ねる形で制作工程を調整し、ディレクションする体制となった。はい、ここで、こういったですね、プロジェクトマネージャーみたいな人たちを用意して、元請けですよね。よりそのディレクション業務に、レベルを自社内に求めると。この人材の使い方っていうのがどんどんこういう時代に合わせて変わっていってる。外注先をどうやって使いこなすか。ディレクション力が非常に問われます。
まとめる調整、納品とか、いろんな調整力っていうのが求められてくる仕事。このアートディレクターっていう人たちが、それを担うというふうに、ここでは書かれているので、まあ、重要な一つ人材がまた出てきたなというふうに思います。はい。また、広告代理店に勤務していた3代目が加わると、2代目は図案制作の工程を版画制作から独立させて、新たなデザイン部門を社内に発足させ、3代目に部門の統括を任せた。はい。これ家族経営の強みが出てるのかな。まあ今まで、3代目がですね、まあ従業員みたいになってたと思うんですけど、そこから少しランクアップさせて部門の統括みたいな。まあいずれ社長に見据えてたんじゃないですかね。この後進の育成っていうところですよね。デカめの業務を任せていって、次の世代に引き継げる準備を始める。まあそういうところがというふうに思います。次、3代目は前職においてデザイナーアーティストとの共同プロジェクトに参画していた人脈を生かし、ウェブデザイナーを2名採用。3代目の強みです。先ほどのデザイナーとかアーティスト系の人たちの人脈があったんですね。なので先ほどのプログラミングの人材とかも採用してましたけども、ここでウェブデザイナーも加わることによってより、IT 分野の強みが出てきてるというふうに組織的な視点で見ると思います。続きです。こうした社内の人材の変革で紙媒体に依存しない分野にも事業を広げ、ウェブ制作コンテンツ制作を通じて地域内の中小企業が大半占める既存の顧客に向けた広告制作へと業務を拡大し、中小企業が大半を占める顧客 B2C から B2B へ、新しい市場開拓に成功し始めております。なのでこの3代目社長になったことによっていろいろですね、組織の売上構造も変えていけたというようなことがここでわかり、続きを読んでいきます。しかしながら新たな事業の案件を獲得していくことは難しかった。とりわけこうした新たな事業を既存の顧客に訴求するためには新規の需要を創造していくことが求められた。ここは結構重要っぽいに止まる。難しかったっていう、明らかにネガティブなワードが出てるんで、これ弱みですよ。なんで事業の案件を獲得していくことがなんでできないの？ここに書かれてますけど、新規の需要を創造するっていう、これなんか、ピーター・ドラッカーとかも言ってますけど、顧客の創造ができてないってことなんですよね。つまり、顧客さえ分かってない需要の可能性があると。こういうのがあればいいなって思ってるんじゃなくて、説明すればその良さが分かってもらえるんだけど、今それを問題点として感じてない顧客たちがいるっていう風な捉え方をしました。では、読んでいきます。また、中小企業向け制作、広告制作の分野においては、すでに数多くの競合他社が存在しているため、非常に厳しい競争環境であった。さらに、新規の市場を開拓するための営業に資源を投入することも難しいために、印刷物を伴わない受注を増やしていくのに大変苦労しているということで、ここにですね、営業に資源を投入することも難しい書いてあるので、営業力のない組織なんですね。さっきの既存の顧客への訴求ができないとか、提案ができないとかね、そういうところが、やっぱり新規顧客を獲得できてない最大の原因。ここは問題にも出そう。確実に得点になるであろう。弱みだと思います。競争激化の中でですね、開拓できないんですから。いくらいいものがあったって開拓できなきゃ売れないですよね。ここが問題なんじゃないかな。ここどうにかしないと、この企業っていうのは発展していけないです。ただ待ってるだけじゃん。職人みたいな感じで、ずーっとね、いいものさえ作っていれば売れてた。そういう時代じゃなくなってるんで、ね、こういうウェブデザイナーとかを採用してるわけですから、例えばホームページを強化するとか、メールでの DM を提案するとか、実際に訪問営業するとかわからないですけど、この辺をちゃんとやっていかないとダメなのかなというふうに、この厳しい競争環境で書かれてますので、ね、そういったところをつくような設問になるんじゃないかなと。いうふうにここではやっぱ思わざるを得ないぐらい強く書かれてるなっていうふうに思います。はい。なのでどうやってあとは編集してね、回答に落としていくかっていうところなんだと思うんですけども。まあ、今回はこの思考の共有なので、ここまでで終わりにさせて、はい。何かですね、これを見て参考になったという方はぜひ、いいねとですね、チャンネル登録していただければと思います。ご視聴ありがとうございました。最後まで見ていただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。 Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。